はい、それでは、今回からはトゥームレイダーアニバーサリーをプレイしていきたいと思います。今回からはバンディカムじゃなくてロイロゲームレコーダーってやつを、ね、使って録画していくんですけど、なんか Steam を起動する前にロイロゲームレコーダーを起動して、最初に ロイドゲームレコーダーを起動してから Steam を起動しちゃうと、なんか絶望的なエラーが発生しましたみたいな感じで表示されてしまって、ゲーム開始できなかったんで、 Steam 起動してからロイドゲームレコーダーを起動したら、まあなんとかうまくいきましたんで、やっていきます。まあ、フレームレートはね超低いです。バンディカムも同じだと思うんですけどね、多分インド、1996年、インド。トゥームレイダースのリメイクバージョンですよね、アニバーサリーって。トゥームレイダーアニバーサリーは7年前に Xbox 版でプレイしたんですけど、あとトゥームレイダースもプレイしてたんですけど、第一ステージで確か Xbox 版のアニバーサリーは覚えてないですけど、あんまりトゥームレイダースは今年ちょっとプレイしたんですよね。で英語で実況みたいな試しにやってみたら、外国人からコメントで、お前の声はノイズだとか言われて、まあやめたんですけど、英語力なかったし、そんなに。で、トゥームレイダースで確か最初のところでジャガーが出てきて、その後クマとかも出てきたんですよ確か。だからこれでも出てくるのかな、アニバーサリーでも。アニバーサリーあんまり覚えてないんですよね。 Xbox 版やったら7年前ですからね、まあ、お、ペルーらしいです。ここはペルー、ロシエント。ペルーってスペイン語なのか。ロシエント、アイムソーリーでしょ。で、なんだっけ、アスタルエゴが、また今度って感じで、あとターミネーター2のアスタラスタベイビーは、アスタラスタベイビーだっけ、確か。アスタラスタベイビーは、地獄で会おうぜ、ベイビーでしょ。あんまり言わない言い方らしいですけど。あとは、なんだっけ。C が、私たちだっけ、私だっけ、なんだっけ、青春アミーゴの曲でありましたよね。C、俺たちはってやつで。で、あとは、アディオス。アミーゴ、友達。男友達がアミーゴで、確かアミーガ、女友達はアミーガっていうらしいです。まあ、どうでもいいんですけど、ここスイッチを押して、はい。ん？あ、この人、この案内人どうなっちゃうんだっけ？お、なんか狼が出てきて、こっからジャンプしたら死ぬでしょ。大丈夫なの？今のアクションシーンかと思った、もしかしたら。アクションシーンではないんだね、まだ。今回もあるのかな、あのコマンド入力するシーン。この人案内にお亡くなりになっちゃったね。サングラスしてるし、
洞窟の中でもサングラスするのかな。マウンテンケーブスって書いてあったね。トゥームレイダースと同じだね。トゥームレイダースも最初がなんだっけ、洞窟って書いてあったかね。ケーブス、洞窟。あ、サングラス取ったね。ライトどうやってつけるのこれ。ライトつけ方が分かんない。ライト持ってないのか、もしかして今回は。何これ、スイッチを押すみたいな感じだよね。あった。はい、スイッチを押して、これ止まんのかな。はい、進みましょう。今回はなんだっけ、あれ、これか。今回はアーティファクトが3つとレリックスってやつが1つ。アーティファクトは人工的な異物で、レリックは異物って意味らしいです。どっちも同じような意味らしいです。古代のもの、さっき調べたんですけど、 Google で。あれ、ここら辺まで来ちゃったけど、勝手にここら辺にあったりすんのかな。あそこ上行けるじゃん。どうやって行くんだろう。上に絶対なんかあるよこれ。後で上行くのかな。さっきの上の方が気になるんですけどね。あ、上、ああ、落ちちゃったよ。ちょっと。まあ、上の方は、まだわかんないですね。後で行くのかもしれないですね。あ、なんか、あれ戦うんだっけ。あ、今回、連打しないと撃てなくなって、自動で撃ってくれないんだよ、今回。自分で連打しないと撃ってくれなくなってる。ピストル。なんだこの音楽は。トゥームレイダー1のリメイクした BGM かな。お、いけるいける、こっち。あるぞ。アーティファクト発見じゃないか。なんだこれ。体力回復のやつか、これは。まあいいや。あ、こういう感じね、今度は。敵を倒したらもらえるんじゃなくて、自分で拾ってくんだね。初期のトゥームレイダーみたいな感じだね。あそこにもいるぞ。よし。これは、上に行けそうなんだよね、これ。危ない。あ、これ下にタイガーがいるんだっけ？ジャガーがいるんだっけな、確か。トゥームレイダースだといたけど。一回下見てみよう。あれ、下がれないの。やばい、食らった。お、なんだ、スイッチがあるぞ、こんなところ。そこ開くんじゃないか。開いた。え、これメインルート。え、これメインルート、あ、ここにいるんじゃない多分、ジャガーが。これチェックポイントってことはメインルートだよね。じゃあちょっと戻ります。ということで、さっきの場所まで戻ってきましたけど、双眼鏡もないのか。あそこになんか光ってんのがあるんですよ。あれが多分アーティファクトかレリックだと。あ、 OK。オッケーオッケー、いけたいけた。で、後ろかな。あそこにあるね、なんか。え、こっから、あ、こっちね。後ろでいけんのかな。よし、あ、いけたいけた、よし。アーティファクトかな。アーティファクトか、これは。なるほど。
レリックってやつがあのレジェンドでいうゴールドリバードみたいなもんですね、多分1個しかないから。アーティファクト1個目ゲット。ライト欲しいね。ライト、ほらやっぱ、あ、狼になってる。ここトムレイダー1だとジャガーだった気がするんだよな。まだいたの、あそこにもいるけど、なんかフリーズってか引っかかってる。え、これ壊れるの？壊れるパターンかよ。びっくりした。オッケー。この中に何かあったりして。ないか。お、レリック発見。レリックじゃないや、アーティファクト。あれ取りに行きましょう、じゃあ。よし、チェックポイント。こっからこっからどうやっていくんだ。裏から回っていくわけでもなさそうだし、あ、裏にもあるね。でもなんか道っぽいのがあるよ、奥の方にも。反対側から行ってとんのかな。なんかこの上行けるってぞ、行けるぞこの上。何があるんだ、後ろかな。はい、回復パックか。 OK、 取っておいて損はないでしょう。先に進んでみますか。ライトがあればいいんだけどな。あ、この下から行くのかな。回復パック取っとこうかな。じゃあ、ちょっとね、アニバーサリーはレジェンドよりも難しかったような記憶があるんですよね。もうちょい上かな。まあでもなんとかクリアしようかな。これで下に降りて、そうだね。え、ちょっと待って、やっぱりいたじゃん。クマかい、クマかい、もうクマ、もうクマ。これ自動で撃ってくれないんだ。やばいやばいやばい。回復1個使った。倒した。こっちから行くんだ、やっぱり。よかった。レリックじゃなくて、なんだっけ、あったね、アーティファクトゲット。2つ目。え、閉まっちゃうの。はい、戻ってきました。で、下にはまあクマがいたからいて、レリックじゃないや、アーティファクト取ったから、もう下は用済みって感じかな。もう回復パックゲット。あのびっくりマーク何なの、気になるんだけど。黄色いびっくりマークがあってさ。まあ、今のところ順調って感じですかね。ここ上行けるんじゃないの。捕まれそうだよ、なんかあそこ。あ、ないか。下にありそうだよね、なんか。ないか。ないね、なんも。なんもないっすわ、下には。はい、ポールに捕まってジャンプね、はい。ということで、じゃあ先に進みましょうか。今のところ順調ですね。ここは、あー、これね、ジャンプしていくのかな。いやいや、食らった。
OK。 で、これ押すと開くの？開かないね。まず上に行って、なんだろう、なんか解除してからかな。狼だ。なんでこんなところに狼が住んでるんですか。あ、でもここら辺はやっぱり覚えてるっていうか、なんか初期のトゥームレイダーと似てるね、やっぱりリメイク版だけあって。でこれで片方は落ちるけど、もう片方は時間制限かな。あ、なんかなってるね。時間制限だね多分。倒しとこう。OK、 やい、2匹いた。 OK、 ちょっと早くしないと下がってきちゃうよ。上がっちゃうよ、あれが左側の。 OK、 OK、解除しました。でこれでボタンを押すのかな。それで開くのか。赤、あ、開いた。上の方にポールが出てきたから、なんかあるのかな。行ってみよう上。ってことで反対側まで戻ってきましたけど、ここからどうするのか。ちょっと待って、これはこうじゃないか、もしかして。違うの？届かないね。ポールが回る前に行っちゃうと。あ、なるほどなるほど、そういうことね。でここまでは切ったのはいいんだけど、この後はあそこ届かなくない？あ、上におそらくレリックがあるぞ。届くのかな？いけるんだね。オッケーオッケー。上にレリックがあったぞ。ゴールドリワード的なやつがあったぞ。よし。オッケー。行くぜ。おお、なんだこれは。笛？美しいね。でかくない？ちょっと、うん、まあなんかキラーワイルボトルの中で殺すみたいな、知らないけど。ボトルしてる間に殺しますみたいな感じ。あれ取ったことになってんのかな。 OK、 取ったことになってる。レリック、あとアーティファクト1個だね。よかった。え、これでクリア。アーティファクトあと1個あったんだ。はい、ということで、ここのステージ、アーティファクト1個獲得できてなかったんで戻ってきました。というか、一回スタート画面に戻って、ゲーム再開しようとしたらニューゲームしかなくて、なんかよくわかんないんですけど、それで戻っちゃいました。またここに多分ロードすればいけんのかもしれないですけど、ここに行けるってことがわかったんで、ちょっともう一回やり直しますね。ここあったあった、あそこにアーティファクトあったね。はい、ジャンプじゃないのこれ。ちょっとね、かなり判定が厳しいのかなって思ったんですけど、ここ滑れるんすね。じゃあ滑ってジャンプだね。はい、ジャンプ、オッケー。取れた、オッケー。あ、で、あ、このままショートカットでいけるってことね。なるほど。これで全部揃いました、リワード。アーティファクト全部揃いましたね、これで。